ウィズ羽島恭四郎です。お腹いっぱうお、株価148ベル上がってきたぞ。雨がデリ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 、株価148だよ。どうしよう、今日金曜日だからね、多分上がんないと思う。これが多分最高点なんだけど、まあ一応売らない、うん、いやでも売っとこうかな。まあでもいいや、別にもう大きい値段になった時売りたいだけだから、利益じゃないんだよね、ぶっちゃけ。うん、俺はあのどっかの島行くとかめんどくさいからやらんよ。でも俺が買った時は95ベルでね、そこそこ安かった。やっぱハエが湧かないね。もう海岸にゴミ敷き詰めてんのに。多分なんか置く場所が悪いんだろうけど、めんどくせえからやんねえよ。マジで湧かん。湧かんはあかん。どういうことでしょうね。ペッペルペルペルペッペル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 。俺ずっと言っていこう、カラスアゲハのことずっとカラスアゲハって言っていこう。あ、ミイラタテハいるじゃん。どうやってゲットしよう。よっしゃー、ミイラタテハ決め、決
ひめめめめめめめ。お、飛んでんじゃん。なんか飛んでんじゃん。あーしょぼ。俺イースター嫌いになるなんて思わなかった。イースターの卵ほんとだるいよな。俺もう島の人決めちゃったんだよな、適当のなんかクマ。うん、なんだクマだっけリスだっけなんか。でも有料ダウンロードでもっとできること増えるでしょ。それまではのほほんとやっとこう。なんかやっぱね、もう好きな時にやるだけだよ。とにかく何義務的なルーティンみたいなの作んなくていいと思うな。うん、その岩をやらなきゃいけないみたいなもんやんなくていいと思うし。あれちょっとジャスミンってやつが来ましたね。でもそれより前、それより後に来たやつだ、今日来たやつですね。うん、がなんて名前なんですかね。キャロラインですね。うん、ぶっちぎなんか昔のなんか俺変な名前のやつ多かったな。っていうか基本的にさ変な名前のやつしかいなくない？俺も汗草とフォアグラってやつがいましたね。これはよくこの2人はねよく覚えてるんですよ。汗草とフォアグラね。うん、汗草は写真までもらいました。フォアグラはギリギリもらえなかったかな。まあこれからはねじっくりどうもりをやっていこうということで。うん、もうやることないから。やることないんじゃなくて腰が痛いんだよ。俺はそんな、なんか俺がやりたいことなんて服見ることだけだからな。服見ること以外どうでもいいからな。うわ雑草生えてる。落とし穴って一応今作も存在するっぽいね。存在するらしい落とし穴って。まあでも初期の頃化石に紛れてね落とし穴とかが出てきたらうざいからね。ハエが一つも飛んでません。ゴミを置くことによって絶対評価悪くなるよな。一応見に行こう。しずえの評価。あ今日ずっと腰痛いのは多分寝てないからなんだよな。昨日も寝る時間短かった。俺にしてはしっかり寝てるんだけど普通の人からしたら。寝よっかな。ずっとラジオ体操してるこの人たち。うわ汚な肌。島の評判三つ星か。島全体が物で散らかっているとの報告を受けてます。あ、それはゴミね。俺が散らかした。うん、
悪く思うな、うん、なんじゃお前。いやハエが出ねえわ、だるいな。いいか、ゴミで結界作るわ、結界みたいに印みたいな感じでやるわ、うん、ゴミ結界作るわ。あれ今のすり抜けるか。あーめっちゃ眠い、腰痛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 クソ腰痛えよ、うん、でも俺の腰の痛さっていうのはなんかね、ずっとなんか疲労みたいな疲れてる感じの痛さがずっと来る。痩せなきゃいけないんだけど、俺今うつでさ、俺頑張って筋トレしたんだけど続かなくてさ、うつな時期にやっちゃいけないのよね。それって言い訳だろうって言うけど、うつの人に言い訳とか言わないで、ライトなうつなんだけど、なんか俺はやっぱどこか自分は大丈夫なんだっていうために抑え込んでるんだよね、これ本当なんですけど、うん、だからこそ普通、自分でも普通なんじゃないか、治ってるんじゃないかって思うけど、どんどん摩耗していってるよね、うん、うわぁ銀ヤンマクソ、ほらあんなただうわぁ銀ワウ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 、こんな感じです。まあ、薬飲んだんでね、腰の痛さちょっと引くかな。まあ寝りゃいいんですよ、寝たらよくなんだけど、寝たくなくてね、まあ寝ちゃうか、寝るのは悪いことじゃないしな。じゃあ寝ますね。俺はどこか動画を長くしなきゃいけないって思ってる、それやめよう、やめようって言うとやめれるんですよ。だからね、やめたいって思った瞬間にやめて、やめたいって思ってる ところを動画に移そうかなと思います。じゃあ、ご自体よ。